ち先生のもっちり文法アルファ。もっちりと語る人はもっち先生こと持田哲郎。この動画は文法能力開発が制作しお届けします。はい、皆さんこんにちは。今回は英語の認証代名詞のお話をしていきます。今回のポイントです。まずはその認証代名詞ってどんな語なのかっていうことですね。英語の認証代名詞の、ざっくりと全体的な定義に関わるような話をしていきます。続いて、話し手との関係による認証代名詞の分類、人の表し方による認証代名詞の分類というふうに、認証代名詞の分類の仕方の話に展開していきます。で、その後で核ですね、文法上の概念というか用語としての核についてお話をしていきまして、その後でじゃあ日本語と英語の核の表し方ってどうなっているのかなという話に進めていきます。そして最後に、リスト的な話なんですけれども、認証代名詞本人を表す語、認証代名詞持ち主や関係者を表す語というものをですね、リストにしながらお話をして今回の動画を締めくくりたいと思います。それでは早速、認証代名詞とは何かというお話から始めていきます。認証代名詞っていうのは認証を表す代名詞です。では認証とは何かということになるわけですけれども、認証とは話し手との文法上の人間関係となります。で、これは文法上の人間関係、リアルな社会的な人間関係とかではなくって、あくまでも文法というシステムの中での人間関係なんですね。ですから、本来は人間ではないものもこの仕組みの中に組み込まれています。そして、言葉、これは日本語でも英語でも何語でもそうなんですけれども、言葉というのは話し手により発せられます。つまり、話し手が話さなければ、言葉というのは発生しないわけですね。ですから、話し手というのが文法上の序列において最上位となります。最上位となりますので、これが一人称と言われるんですね。第一人称です。そして言葉というのは、じゃあ常に独り言なのかと、常時常に独り言なのかっていうとそうじゃないじゃないですか。誰かに対して発せられる、話しかけるわけですよね。そうすると、聞き手の存在、話し相手の存在っていうのがあるわけですよ。そうすると、話し相手もしくは聞き手というのが、文法上の序列においては第2位となります。これが第2人称、2人称と言います。そしてさらに、話して聞き手の他に話題になったりするような人とか物っていうのがあるわけですね。で、このような人とか物っていうものの文法上の序列というのは、話してや聞き手よりも下位となります。これが第3人称、3人称というわけです。このようにして、文法上の認証というのは1人称、2人称、3人称というふうに3つに分類、カテゴリー化されるわけです。それでは引き続き、話し手との関係による認証代名詞の分類というお話に移っていきます。そうすると、先ほどお話をした通り、認証っていうのは文法上は1人称、2人称、3人称って3つに分類できるわけですね。で、この認証、3つの認証というのがそのまま認証代名詞の分類につながっていきます。すなわち、話して自身を表す1人称、そして話し相手、聞き手を表す2人称、そして話してでも話し相手でもない人や物のことを3人称というふうに分けるわけです。で、一般的には話して自身は人間ですし、話し相手も一般的には人間ですよね。ただ、話題になるようなもの、話してでも話し相手でもないもの、ない場合は、ものの場合もあり得るわけですね。ですから、三人称の場合は、人の場合の他に、ものを表す場合もあるということです。そして、この認証っていうのは先ほども申し上げた通り、あくまでも文法上の人間関係です。実際の社会的な立場とか、話してのキャラとかの影響というのは受けないんですね。日本語であれば、話し手を表すのに立場とかキャラによって、私とか僕とか俺とかわいとか、拙者とかママとか先生なんて言うわけですよ。子供に対してママはねって言うじゃないですか。あるいは、児童生徒に対して先生はねって自分のこと言ったりしますよね。
そんな風に立場とかキャラによって使い分けるわけです。場合によっては自分のことをなんとかちゃんなんて言ったりするわけですよ。でも英語の場合はあくまでも文法上の関係性で捉えますから、常に I とか Me っていう形で話して表します。次は人の表し方による認証代名詞の分類です。これは大きく分けますと、本人として表す語と持ち主や関係者として表す語、今1番と2番っていうふうに番号を振りましたけれども、この2つに分類ができます。そして本人として表す認証代名詞の中で、主語として用いるものと主語以外で用いるものというふうに2種類があります。で、主語で用いる認証代名詞、これを主格の認証代名詞と言います。主語以外で使う認証代名詞のことを目的格の認証代名詞って言うんですね。ここで主格とか目的格っていうふうに書くっていう言葉が出てきますけれども、これはこの後お話をしていきます。そして2番の ② と書きましたけれども、持ち主や関係者として表す認証代名詞もあります。で、これは慣種類、慣種の仲間のように取り扱う、そういう語があります。これが所有形容詞と言います。そして単独で用いる用法ですね、それ一語だけで使えると、でそういう語のことを所有代名詞と言います。で、ここで所有形容詞っていう用語で今お話をしていますけれども、まあ、所有形容詞っていうのは参考書とか辞書なんかによっては、ね、格という用語を使って所有格っていうふうに言われることもあるんですね。するとなんか所有っていうとなんか持ち主って感じがするかもしれませんが、これ元々の文法用語は属格って言うんです。で、これ属格っていう日本語の字面から考えるとむしろわかりやすくって、所属とか属性の属ですよ。ですから、あ、関係性を表す語なんだなっていうふうに理解できると思うんですね。ですから、持ち主関係者として表す形が所有形容詞、所有代名詞なんだということになるわけです。では、ここで格についてお話をしていきます。述語と名詞や代名詞との文法関係、つながりの関係のことを格と言います。で、英語の場合は述語になるのは動詞だけ、動詞しか述語になれませんので、動詞と名詞代名詞との関係のことを書くと言います。で、英語では語順で書くを表すのが基本なんですが、日本語の場合は格助詞っていう語を使って書くを表します。例で見ていきますと、 The woman saw the boy っていう文がありますと、 The woman っていうのは動詞の左側、述語動詞の左側にあります。で、この場合は資格を表す主語っていうことなんですね。一方、the boy の方は動詞、述語動詞の右側にありますから、これで目的格となります。で、目的格を表すのは目的語なんですね。一方、日本語の方に目を向けていきますと、女性が少年を見た。で、女性に がついていますね。格助詞の がついていますから、がつく名詞が主格で主語なんです。一方、少年を、こちらは格助詞のをがついていますから、をがつく名詞、目的格で目的語というふうになるわけです。で、英語でも認証代名詞に関しては、表す格によって使い分けが行われます。先ほどの The woman saw the boy っていうのの The woman と The boy を認証代名詞で言い換えると、The woman っていうのは she で置き換えて、she saw、 そして The boy の方は him、という認証代名詞に置き換えて、文全体が she saw him となります。で、the woman、 これが she に置き換えられてますけれども、この she というのが主格を表す認証代名詞なんですね。これが主語になります。一方、同じように女性一人を表す三人称の認証代名詞には her っていうのもあるんですけれども、her は目的格を表して、目的語などに使います。これ目的語などっていうのが問題で、目的語ではないところでも、ハを使うことがあります。それから、ザ・ボーイですね。これは目的語で使っていますから、ヒムに置き換えができると。で、このヒムっていうのが、目的格を表す第三人称の男性一人を表す形。で、これが目的語になっています。一方、三人称で単数一人ですね、の男性を表す形には、ヒーというのもあるんですね。he の方は、これは主格で主語になる認証代名詞というふうになるわけです。それでは日本語と英語の格を見ていきます。
日本語と英語と比べて見ていくわけなんですが、日本語の場合は格助詞をつけて格を表します。例えば、私っていう名詞、代名詞を例に挙げますと、私が、私を、私に、私から、私ののようにそれぞれ格助詞がつくわけですね。で、これがどう英語に対応するかということを見ていきますと、私が、これは主格、主語を表しますから、I に対応します。私をの場合は、me に対応します。で、この私がと私をというのは、おおむね、絶対じゃないです。おおむね、I とか me のように、一語の認証代名詞で対応します。一方、私に、にという格助詞がつきますと、me 一語で対応することもあるのですが、to me や for me のように前置詞が現れることもあります。そして、私からなどのようになりますと、これはもう from のような前置詞がなければ使えません。対応しません。そして、私のの場合は、これ名詞との関係なんですけれども、動詞ではなくてね、述語ではなくて、名詞との関係を表す場合が多いんですけれども、こちらは英語では my に対応することが多いです。ただ、日本語の格助詞と英語の前置詞が1対1で対応するかというと、そうでもないんだってことなんですね。これはまた別の動画でもお話をしたいと思います。それでは認証代名詞にどのような語があるのかっていうことをまとめていきます。まずは本人を表す認証代名詞の場合です。で、主語で使う語と主語以外で使う語っていうのがあるわけなんですが、まず話して一人称ですね。一人称を表す場合、これは主語ならば I、主語以外ならば me です。そして話してとその仲間を表す、まとめて表す複数形の言い方がありまして、この場合は主語であれば we、主語以外が us と言います。そして聞き手ですね、話し相手。話し相手は単数も複数も同じ形を使って、しかも文中どこで使っても you です。主語で使っても主語以外で使っても you です。そしてそれ以外、三人称ですね。で、三人称の場合、まず単数で男性を表す場合は主語であれば he、主語以外であれば him です。単数の女性であれば主語の場合が she、主語以外が her です。で、人間ではない物やことを表す単数の場合は主語で使っても主語以外で使っても it です。そして、男か女か物かに関係なく複数の場合は主語ならば they、そして主語以外であれば them を使います。本人を表す認証代名詞、そのものを表す認証代名詞なんですが、一人称、二人称の代名詞はいきなり話とか文章の中で I とか me とか we とか us とか you が使えます。一方、三人称の場合は他の名詞の言い換えでなければ使えないんですね。The man を he とか him に言い換える。A girl を she とか her に言い換える。That book を it に置き換える。The people を they とか them で言い換える。Some tomatoes っていうのを they とか them で言い換えるというふうに段階を踏まえないと使えないんですね。さあ今回最後のポイントになりました、持ち主や関係者を表す認証代名詞です。で、こちらは慣習類として名詞の前に置いて使う場合と単独で使う場合ですね。この二通りの言い方がありまして、一人称話して表すときに慣習類で使うのが my、単独で使うのが mine です。話してプラス仲間、複数で使う場合ですね。この場合、慣習類で使うのが our で、単独で使うのが ours です。そして、聞き手、話し相手ですね。で、この場合も単数複数同じ形で、名詞の前、慣習類で使うときが your、単独で使う用法が yours です。それ以外、三人称の場合は、まず男性を表す単数形。これは名詞の前、慣習類用法も単独代名詞の用法も必須です。そして女性の場合、女性を表す単数形の場合は名詞の前、慣習類ならば her、単独で使う場合が hers です。そして物やことを表す場合なんですが、これは慣習類の用法しかなくって its ですね。単独の用法はありません。そして複数の場合は名詞の前、慣習類で使う場合が there で、単独で使う場合が theirs です。持ち主関係者って今言いましたけれども、本人じゃないんですよ。あくまでも他者他人との関係づけで使うんですね。ですから、my father っていうのは、I でも me でもなくて、he か him なんですよ。
Your sister っていうのも you じゃなくて she とか her なんですね。His book も彼本人じゃなくて it なんですよ。Her people っていうのも彼女本人じゃなくて部下の人たち、they とか them なんですね。Our tomatoes も俺たちではなくて they とか them なんです。このような言い換えの関係があります。そしてさらにです。持ち主は関係者を表す形っていうのは、本人を表すわけではないわけですから、例えば my father っていうのを mine で言い換えることができるわけですね。で、my father を mine で言い換えた場合っていうのは、これは my father と繰り返し言わないための表現なので、例えば your father なんかとの対比の関係があります。それから your sister、これも yours と言えるんですけれども、この場合も my sister とかの対比で使うわけですね。His book も his と言い換えができますけれども、これも my book なんかとの対比で使うと。Her people も hers と言い換えができますけれども、これも例えば my people なんかとの対比で使うわけですし、our tomatoes、うちのトマト、これを ours って言えるんだけれども、日本語でもうちのって言いますよね。これも例えば your tomatoes なんかとの対比で使うということです。ですから、my とか your の後ろの名詞ですよね。監修類の後に本来あるはずの名詞を省略するような形で mine とか yours を使うわけですよ。ということは、そこに隠れている表現っていうのは繰り返しを避けるためなんで、何か他のものと対比をしているんだなと、同類のものと対比比較をしているんだなっていうことが、文脈とか話の流れの中で明らかになっているっていうことなんですね。今回はここまで。次回をお楽しみに。